第2章「生むこと」に課せられる2つの制約「人間を作ること」「使用書」「生むこと」のモデルを創業しその使用の制約を明らかにするために我々はジョン・ロールズの議論を普遍することによって公正主義的と形容することのできるアプローチを採用したいと思う最初に人間存在を作るために損守されなければならない最小限の使用書とは遵守されなければならない最小限の使用書とは何かを検討していきたい。 第一の要求は人間種に属するるるるととなされる存在を作ることであるつい最近までこの捜査は女性性性ととと男の的的関係を必然的に前提としていたたとえ他の行為主体やとりわけ例の果たす役割が考慮に入れられることが多かったとしても確かに女性の身体の中に生じた存在のいくつかが怪物のような性格を持つことはある例えば通常であれば男性に与えられている役割を演じたものが実際には女性の体の中に忍び込んだ邪悪な例であるような場合である。 このような場合、生み出された存在が人間種に属しているかどうかは疑わしいものとなり、しばしば外見に現れる兆候によって確かめられることになる。実際、人間種への所属は、食知可能なものの領域、すなわち見られるものの領域、触れられるものの領域、より一般的には明確に捉えられるものの領域に属するのである。例えば、犬の頭を持った新生児のような怪物がいたとしたら、それが人間種に十分に属するかどうか疑われることになるだろう。 二つ目の要求は分類することのでできるるる存在を作ることである分類すはとは諸々の存在をある観点から考察しそれらを人間種に属するいくつかの存在と同等なものとして確立すると同時に同じように人間種への所属が触知可能なものとして認められる他の存在とははっきり異なるものとして確立することを意味する。 性別も触手可能な性格を持つものであるが性別の違いを考慮に入れて諸々の存在をどちらか一方の性別に帰属させることは分類の最も単純でおそらく最も原始的な操作である。3つ目の要求は個別化することのでできるるる。存在を作こことであるこの要求はその性質上人間種への所属を作用する性行為を通じて生むことによっても分類の原型としての性別の違いを考慮に入れることによっても満たすことはできない。 だから人間存在を人間存在として規定することのできる際を確立するためにはこの最後の要求には,はどうしても欠かすことができない。3位の構築。この分割線はどこを走っているのだろうか社会人類学が我々に教えてくれたのは社会の中で生きる人間の世界とその残りとしての自然と超自然との間に一線を引くことは軽率であるということである。自然と超自然とはこの場合動物や植物岩川精霊などのような 場合に応じて現実なななもものとなされたり虚構のものととみみさされれたたりり虚構すするる存在が住まう世界を意味する実際このような区別は西洋社会が社会と自然との切断人間世界と自然的もしくは超自然的宇宙との切断をどのように理解するのかに強く依存しているのであるところで人類学の文献はこれらの区別がつけられていないかもしくは我々がそれを見つけるのに慣れている場所に分割線が引かれていない社会に関する多くの事例を提供している。 フリップ・デスコラが研究したアシュアール族のケースがそうであるアシュアール族にとって自然とは人間と無関係に生じる諸現象の場であるという考えは全くもって奇妙なものであるアシュアール族にとって世界を構成するさまざまな存在の間には知事と子と精霊の同一実体性という広大な連続体が存在するのでありこの同一実体性は蝗順として立てられている連続体といってもその内部には内的な境界が存在するがこの境界は それがメッセージを交換する関係を確立することができるか否かによってその範囲が確定されている同様に十分に人間的な存在と他の存在との関係を次のようなやり方で理解することも不十分であるすなわち我々が主としての人間性に認めている境界を超えてあまり人間的でないものとより人間的なものを分ける際を引き合いに出すというやり方であるこのような考え方はかなり頻繁に目にするものであり多くの社会の成員は自分のことを自分の知っている他の社会の成員よりも真に人間的であると考えている。 だがある同一の社会の生員は通常たとえその社会が強く階層化されているものであっても人間に共通する質のような何かをお互いに認め合う傾向がある。我々は同一の社会に属している構成員がそれぞれを全く異なる扱いを受けているのを頻繁に目にするがだからといって人間性の所属という点において異なるクラスが確立されているわけではないしまた例えば人間以下人間超人といった序列化されたク,スクラスが確立されているわけでもない。 そういうケースも時々あるかもしれないが人間界と自然界との間でもなく人間の序列化された諸々のクラスの間より人間的なものとあまり人間的でないものとの間でもないのだとすれば人間をだから区別する一線は一体どこに惹か,かれるのだろうか我々はそれが各人の内側に惹かれると主張したいどの人間存在も次の2点から考えることができる一つは肉としての人間であるすなわち 人間存在は一方で一人のもしくはいくつかの社会においては複数の男性との性的関係によって妊娠した女性の体内から生じたものとして考えることができるもう一つは言葉による人間であるどの社会でも新たな人間存在は消極的に迎えられるだけでなく人間社会の声援として積極的に認証もされる積極的に認証する際社会は新たな人間存在を身振りや儀式によって迎え入れる身振りや儀式はいずれも新たな人間存在の人間性の承認を示す印なのであり この承認によって新たな人間存在は諸々の集合体すなわち一連の象徴的関係へと組み入れ,み入れられる諸々の集合体の中で新たな人間存在はそれが検討される観点に応じて複数のクラスへと結び付けられると同時に個別化されるのである個別化はさらに所属クラスの多元化もしくはこう言っておければ世界の多元化をある意味で可能にするものである実際この個別化がなければ同一の人間存在がここでは男性として行動し あちらでは選手として行動しあちらではこれこれの格権に属しているといったようなことを認めることができなくなってしまうだろうもし個別化されていなければ当該存在は異なる文脈や世界で行動するためにもしくはある点で他者と同等なものと見なされるために絶対的に他なるものと考えられることになってしまうだろうこの場合当該存在の小世界観での向上性を保障するものもとりわけ時間における向上性を保障するものも存在しなくなってしまうだろう ある人が何時間か前に数メートル離れた場所で別の形で姿を見せていたかもしれない場面で殺されてしまったたまにその人はもう宴会にやってくることができないのだということを誰も認めずその人が宴会に姿を見せないことにみんなが驚くというようなことにもなりかねないのだ。肉と言葉が切り離される時肉としての人間だが言葉による人間ではない肉としての人間を言葉による人間から区別する一線はそれぞれの人間存在の内側に惹かれると我々は述べた。 だから言葉によって作られたもろもろの人間存在の中でこの際は大半のの状況においいててはぼやかだものとなっている。このことの意味を理解するためにはこれら2つの人間性への所属の様式が通常は混同されているのに別々のものとなるケースを長々と論じる必要があるこの点に関するいくつかの事例を以下挙げていきたい最初に思いつくのは英字殺しの事例である殺害によるものであり意見にもよるものであれ英字殺しが非常に多くの社会の中で頻繁に行われていることを知られている 一般的的ななな原型的な図式は次ののようなものである出産は公的な集団生活が営まれているところから切り離された偏僻な場所で行われる助産婦は彼女と近い関係にある女性たちに囲まれ男性は遠ざけられる殺害は母体から新生児が出た直後に行われしばしば窒息が手段として用いられるこの行為に伴って生から死への移行に関する儀式が行われることは全くない子どもの身体を消すことだけが行われる。 公的生活から離れたところで行われるため、このような殺害は正当化される必要がない。人々はまるで子供が生まれなかったかのような、したがって殺害が行われなかったようなふりをする。殺害された新生児は集合的記憶の中にいかなる痕跡をも残さない。殺害された新生児は肉でしかないのである。それに対し何らかの象徴的な身振りによって新生児の人間性が儀礼的に認証されると、このような殺害を合法的に行うことはできなくなる。 どのような象徴的身振りが行われるかは社会によって様々である新生児が他者の面前で母親の胸の中に置かれる場合もあればいくつかのエスキモ社会においては公約に公示される場合ロー,マローマや古代ギルマン人の間では父親によって抱えられる場合名前が与えられる場合などがある人間性を承認するこれらすべての象徴的身振りは子供の人間社会への参入 すなわち第一に親族への参入、ついで指定の参入を印し付ける。指定において子供は不敬親族の子供、より一般的には親族一同の他の子供と変わらない待遇を受けるものとみなされる。すなわち子供は正義の初期間によって統議をされた一つの宇宙に参入するのである。たとえ何が構成とされるかは家という内部を対象とするのか、それとも公的世界という外部を対象とするのかに応じて、多くの場合異なってくるとしてしてもである。 栄治殺しは西洋近代においては卒業を,を受けるべきものとされているだが新政治が社会的世界に参入し19世紀にこの犯罪が法的に定義され裁判所の判例となる以前にある潜伏期間が存在した痕跡が残っているアニック・テリエが指摘しているようにこの犯罪の定義は1810年の刑法第300条によって与えられている生まれたばかりの子どもの殺害は英字殺しと規定される 殺害への言及は殺害が前もって計画され子供が生きたまま生まれたことを前提としている生まれたばかりという状態に関してはそれは法律によって定義されてはいなかったが裁判所の手続き上ではこの用語は子供が誕生してから身分離に出生が届けられるまでの期間に当てはまると考えられた出生の届け出は民法第55条によれば3日のうちに行われなければならない。 この期間が過ぎるとその行為は一般的には栄治殺しではなく殺人という罪において再規定されるこのことはしばしば陪審からのより一層厳しい判断を伴うしたがって1835年12月24日に破壊,破壊,破壊員が下した簡潔によれば子どもの生命が共同体による拒否をまだ受けておらずその犯行が生まれた痕跡を消すことができる限りにおいて栄治殺しは存在する。 二つ目ののの事例はああ疑いい余地のないものででる。る。それは奴隷制であるただし奴隷制を組み込んでいる装置と刑事殺しを可能にする装置には緊密なつながりが存在し奴隷を親族から切り離されそれゆえ保護のない状態に置かれている新生児と比較することは可能である。これは単なる隠用ではない例えば古代ローマでは遺棄された乳幼児親族のいない人間存在つまりその人のための場所が前もって設けられないまま生まれた人間存在は 母母体かかららら出た後、すぐに母親から取り上げられていた。これらの存在はしばらくの間生かされるとそれらを売却目的で育てていた奴隷商人によってしばしば回収,回収されていた同様に2つの傑出した仕事すなわち西郷王国に関するジャンバザンの仕事と植民地時代の以前のアフリカで見られた奴隷に関するクロード・メイヤスの仕事が示しているように奴隷を手に入れる際に最も頻繁に使用された手段は強奪もしくは略奪であった。 子どもたちはできるだけ遠くに連れ去られ年齢は若い方が好まれたそれは若ければ子どもたちはそれまでの自分のアイデンティティに関する記憶を失うためであるこの誘拐によって子どもたちは名前と一定の地位を持つ誰かとして所属していた親族集団から取り上げられるこの時子どもたちはストリート・チルドレンや誰のものでもない子どもという語が意味するものと近い用語で指示されるそれは彼らがある適切な文脈ここでは親族の中で個別的な場所を占めることがもはやできないということを強調するためである この個別的な場所は子どもたちを固有な存在として支持する名前が与えられることによって示されるものである。役立つだけでは需要を満たすのには十分ではない場合次のようなことが行われることもあったすなわち未婚の若者を性的に交わり合うような状況の中に置きそれによって生まれた子どもが親族の中に組み入れられず売られる運命にある奴隷として育てられたのである。ジャンンン。バーザンの対人的コミュニケーションこのように奴隷は親族から引き離されることで人間性への所属から切り離されるわけだが それがどのののように行われるのかを示す別の主張が存在するそれは奴隷が死んでもいかなる偽奏隷の対象とならずこの本来の意味によって排除されることであるこの排除はゴミを捨てるのと同じように行われクエ,クエニ語の品位に従えば社会の酷散物として社会,的社会文化的廃棄物として捨てられるのである同様に奴隷は結婚することもできなかった主人は2人の奴隷の結合を容認するか命じる場合でもそれは厳密に言えば結婚ではないというのが通則であった この結合はいつ何時でも解消することができるものであったアン・イ族では奴隷同士が結合しても何一つ儀式が行われることはなかったというのも温め合っているのはめ面取りと温取りみたいなものだからであると主人が述べているこのようなもの同然という地位が存在した痕跡は西洋キリスト教社会においては非摘出史のケースに見出される非摘出史に約束されていたのは最も価値の低い仕事であり彼らは多くの場合 親族の領域に正当な形で組み入れられた存在には要求することが難しいような性的差別をもたらすために使われていた。例えば、マルジェリド産地では18世紀と19世紀でもなお、これらの子供に洗礼を受けているにもかかわらず、椅子や窓のような事物の名前が与えられていた。フローランス・デュポンとシエリ・エロワが説明していたように、古代ローマにおける性的実践を組織化していたカ,カテゴリーは、 男性と女性との差異は異性愛と同性愛との差異よりも自由の身と奴隷の身との差異に訴えるものであった自由な両親から生まれた自由な男性と女性との間で取り結ばれる性的関係は結婚の外部では全て禁止され結婚している者同士の性的関係はつつましさという機関に従っていた同様に自由な男性同士の同性愛的関係はやめさせられたり非難されたりしていただが反対に奴隷もしくは解放奴隷を相手にする場合は 自由な男性もしくはは女性は何もかももか許されていた。もちろんここで問われているのは奴隷が人間種に属しているかどうかではない触知可能なものすなわち見えるもの聞こえるもの感受されるものの点から見ると奴隷と他の人間と分かつものは何もなかったさらに人間存在として奴隷が持つ能力は快楽のためあるいは他の状況では労働のために有効に利用されていたのである同様に奴隷をクラスに割り当てることは可能でありかつ必要なものでさえあったたとえそれが 奴隷がある一定の活動を専門としていることを意識いづけるためだけのものであったとしてもであるだが奴隷は肉としてのそれだけの人間であって言葉による人間ではなかった奴隷の個別性は偶発的なもしくはさらにこう言っておければ文脈,文脈依存的な特性としてしか考慮に入れられていなかったのであるすなわち奴隷の個別性とはある特定の瞬間や状況では識別可能なものだが他の瞬間や状況奴隷を取り替えたり買ったり売ったりすることが重要となるときには否定されるような特性だったのである 3つ目の事柄ただしこれまでの2つの事柄とは異なり肉への還元は決定的なものではなく過渡的なものである」を我々に提供してくれたのはビクター・ターナーの通過儀礼に関する仕事とりわけザンビアの運伝部族で行われる首長カノンゲ社の任命式を特徴づける儀礼に関する記述であるこの儀礼の中で首長に選ばれるのは神聖な言葉が持つ権力によって首長の位置につくまでは 自分がそれ以前に占めていた個別的な場所が取り上げられ肉と,肉としての人間どこにでもいるものこういった方が良ければ取りに足りないものという地位に還元される彼は良性間の差異を否定するようボロの腰布を身につけ自分と同じ格好をした儀礼上の妻それはしばしば奴隷であると結びつく2人とも弱き者として扱われる首長への死望者は恥ずかしさを表す姿勢で体を縮め侮辱を受け入れなければならない 彼は口が聞けなくなったかのようにこの侮辱に応えることができないビクター・ターナーによるとこの修練者はタプララサすなわち白紙の状態として扱われる従って偉大な人間の知事を占める予定の人々に彼らが土や誇り単なる物質に過ぎずこれらにある形態を押ち付けるのは社会であることを示さなければならないのである肉と言葉が切り離される時言葉による人間だが肉としての人間ではない 我々が今言及した3つの分離の事例では肉としての人間存在は言葉から恩恵を受けておらず個別的な地位を与えられていないこの存在は触手可能なものという点では優れて人間的であるがこの人間性は認証されていないこれとは反対に言葉による人間性は与えられているがだからといって肉的なアイデンティティを持っていない諸々の存在の例を見つけることはできるだろうかこの場合言葉によれば人間的のある同一の存在を相互に置き換え可能な異なる肉体実態が 肉的実態が埋めるということが起こる起こるだろう。このような仮説を立てるためには注意を向ける対象を顔立ちのような触手可能な特性から署名印肩書きなどのように外部ののに書き込まれたアイデンティティィ痕跡へと移すことが必要になる。これらの外部の支えは資料体の中に置かれ他者からの承認を受ける可能性すなわち常に何らかの形で法律に書き込まれる可能性を有している。法律の機能の一つは偶然的状況の不安定さから人間存在を。 そして自然と呼ばれるものであろうが人工物であろうが人間との結びつきを通じて他の所存在を救い出すことにあるそれはこれらの存在に恒常的で固定的なアイデンティティを与えるという形で行われるこの恒常性と固定性によって無限に多様な異なる状況の中にいる存在を追尾することが可能となる法律のようなものに訴えることはこの場合絶対に必要なことである個別性を支持するさまざまなものの修練先である肉の存在が持つ触知可能な特性の中に個別性を認めることはできない だから法律への書き込みに訴えることもなくヤン・トーマスが言う意味での法律上の犠牲を確立することもなく言葉にだけ助けを求めることによって個別的なものとして扱われる存在に実態を与えることもできないのであるこのような分離は王の2つの身体を扱ったカントロヴィッチの著作の中で主題化されていたここでは2つの身体が区別されている1つは肉的身体それゆえ死すべき身体でありもう1つは関連論的傾向のある政治的身体 より正確に言えば神秘的な身体である後者の身体はそれに肉体を与える存在がどのようなものであれ変わらずに自らを維持することができるものである。従ってこの点において政治的もしくは神秘,的実態に肉体神秘的身体に肉体を与える存在は取り替え可能なものとして扱われるのである。妊娠の領域で起きた医療技術の進歩と中絶に関する法的枠組みの変化が出会うことで最近いくつかの事件が起きたがこれらの事件とりわけ第5章で戻ることになる。 ペルシュ事件によって法学者たちはこのよよううなな分離を再活性化するようになった例えばマルセラ・イアキュブは最近出版された著作で出生とと出生生の状況を分けること生まれるべき子供にだけ人間存在の特性を割り当てることを提案している生みの親の欲望によって生み出されたこの存在はそれが生じるためにどんな多くの胎児が作り出されたり壊されたりしなければならないとしても変わらないままであり続けることができる。こうしてイヤキュブは 法人格に対する生物学的身体の置き換え可能性の原則を拡張しながら権利を保,存保持することができる唯一の存在とみなされる生まれるべき子どもの利益という名の下で障害害ののリスクをを示ししている胎児の殺害を正当化しようとするそれゆえこの推論の進め方を延長することで医薬局は「別用に生まれることが妨げられたことによって生じた損害賠償を受け取る権利を障害に持つ人間のために作ることは全くもって正当であると考える」。 彼女が当然のことに述べること,にことのように述べることによれば述べるところによればこの場合実際に告訴するのは生まれるべき子供であるなぜならこの子供の元となった結果を持つ大地は出生という取り返しのつかないことが起きる前により完璧な別の子供と置き換えられなかったからであるこの例を通じて見えてくるのは法律の言葉が有する権力によって生まれるべき子供を真に人間的な唯一の実態として構築しようとする観念論的傾向のある試みであるこの実態は 主観的権利ともつついいているが肉の存在からは切り離されているこの実態は肉の存在に組み込まれても組み込まれなくてもどちらでもよいのである肉の存在はそのどれもが置き換え可能な撮影として現れる産むことに課せられる第一の制約に向けて我々は今検討したばかりの分離の事例とは対照的に守備よく形成された人間を肉として産むことと言葉によって産むこととの両方から生じるという事実によって定義したいと思う。 我々はこの場合に肉としての人間を言葉によって認証するという行為について語ることができるようになるだろうこの概念は2つの異なる運動への準拠を前提としている1つ目は肉から生じるものと言葉から生じるものと区別することができることであるもしこの区別が実現可能なものでなかったとしたらそれは想像もつかないものとなってしまうだろうだが言葉によって生むことが肉として生むことと対峙されながら左右を生み出す作用素としての役割を果たすことができるためにはこの区別は実現可能なものでなければならない 2つ目の運動は肉から生じるものと言葉から生じるものを一つの実体の中に修練させることであるすなわち肉として生み出された存在の人間性が発話行為によって認証されることであるこの前提をもとにして我々は生むことに課せられる一つの一つ目の制約 C1 を提起したいと思うそれは次のように定,期定式化することができる肉として生み出された存在と言葉によって生み出された存在との差異が示されなければならない この制約は性的関係の産物と人間たちの中に位置を占めることになる存在との差異を作り出すことを要求する。性的関係の結果として女性を妊娠する性行為が作り出すことのできる存在は先見的には非常に多く潜在的な集合を形成するそれは肉に従えば人間である A の集合である。2つ目の操作は集合 A を構成するさまざまな存在の中から集合 B を形成する存在を取り出すことを要求する。 この集合 B を形成する存在とは人間たちの中に位置を占める運命にあり象徴的関係の世界の中に迎え入れられる存在すなわち言葉による人間である。この取り出しという操作は後者の存在に言語学的な意味で分別的な価値を付与するすなわち B はそれを A と対立させる際によって定義されるのである。先ほど我々は肉としての存在と言葉による存在との区別を理解してもらうために英字殺しの例を用いたが。 刑事殺しの例でも示唆されていたように肉として生み出された存在を言葉によって認証するこの過程は誕生の結果として生じるわけではない認証の過程は生むことの端から端までは貫いているのであるこの意味で生むことはたとえ性行為が生むことを仲介する役割を果たしているとしても性行為と緊張関係にある人間を作ることについて言えば性行為は不可欠なものであると同時に不十分なものなのであるここで検討されている観点から考えると性行為は人間を作るために満たされなければならない条件に対して 相対的に不確定な位置を占めておりこのことが生むことに多くの問題をもたらす反対に生殖の道具であることは性行為を一つの問題とするもしも性行為から完全に切り離されてしまえば産むことは象徴的機能によってほとんど全てを引き受けられることになってしまうだろうこの時産むことは例えば何らかの職務に就くことが運命づけられている存在を指名することと同じことようなものになってしまうだろうもしも産むことから完全に切り離されてしまえば性行為は本質的に遊びを思考する実践となってしまうだろう 確かにそのような遊びを思考する性行為もあらゆる人間の実践がそうであるように規範による調整を受けるだろう。だが既存のあらゆる社会の人間の性行為が従っていたような事細かで実行するのが難しい統制に従うことはなくなるはずである。触知可能な人間性と言葉によって個別化された人間性肉としての人間性に言葉による認識を与えるものとは何だろうか。 1組の男女から生まれた存在に「触知可能なもの」という点から見て人間的といえる性質を付与するもろもろの性格が存在するが肉に直接由来するものにせよ人間存在の身体 SF に書いてあるようなヒューマノイドの身体ではなくを所有することすなわち手足顔などを持つこと第一次社会科や教育を通じて獲得されるものにせよ立つ話す歌うなどこのような性格が言葉による認種を通じて変化することはないあるいはほとんどない。 第一次社会化や教育は言葉による認証を前提としない例えば奴隷に教育を施したり縦言の演奏の仕方を教えることができるまた強制収容所の囚人からその人間性を奪ってもその囚人にベートーベンのその他の演奏を義務づけることができる。とはいえ学習がさらに進めばこの磨き抜かれた能力を持つ存在の人間性が十分に認められてこなかったことは何か奇妙で明らかに品縮を買うような様子を帯びる恐れがある。 言葉による認証はまた次のような過程が達成されるのに必要な不可欠なものというわけでもないすなわちそれがどのようなものでありある存在がある集合体へと接近しあるクラスへと関連づけられる過程より一般的にはあるカテゴリーの体系へと組み込まれる過程であるこのような過程を通じてその存在を諸々の象徴を使って操作することとりわけ一つ一つ数えてあげることが可能となる反対に言葉による認証だけが諸存在を人間存在として承認するために欠かすことのできない特性 すすなわち個別性をこれらのの存在に付与するるである同じことを取り替え可能と取り替え不可能というカテゴリーを用いることによって述べることができる肉として生み出されたものである限りにおいてあるいは諸々のクラスに属するものである限りにおいて人間存在は置き換え可能である産むことの様式としての性的関係が持つ問題点の一つはその極端な寛大さであるすなわち数多くの人間存在を一貫したリズムで作ることができることである殺害された存在は性行為によってすぐ,すぐに取り替えられる 常に見たように人工統計学者が世代交代について語る意味で N 個の標本を含む諸々のクラスに関して言えば諸存在をそれぞれ置き換え可能なものにすること少なくともクラスが諸存在を同等化するという点から考えて取り換え可能なものにすることはクラスの論理にかなっているこれと同じやり方で死んだ奴隷は別の奴隷を購入することによって取り換えられるたとえそれが親しい存在で場合によっては愛着を覚えてしまった存在であったとしてもである。 これははペットについてても当てはまる反対に妻や母親夫,が夫や死んだ子供もを取り替えたという場合には常に隠蔽が用いられることになるだろうし軽蔑や批判のニュアンスを伴うことになるだろうアカデミー・フランセイズの初期は取り替え可能であるがそれはある地位を占める限りにおいてのみである人間性が認証された存在である限りにおいて各各のの初期はか,かけがえのない存在と見なされており彼らが占めている位置と全面的に同一視されることは決してないし 例えば我々は彼らが自分の役割を果たす際に用いた独特の文体を論評することができる。彼らの後を継いだものによって完全に覆い隠されてしまうということもない。このことはまた性的関係もカテゴリーの不要もの人間をを作るるにはは十分ではないといいととうことを示しているそうであるならば3つ目の要素すなわち我々の使用書が満たされるためには必要不可欠で我々が個別性と呼んだこの要素はどのように贈与されるのだろうか。 我々がこれから展開する議論とは個別性は常に譲渡されなければならないものであり個別性を伝えることができるのは自らの個別性が承認されている存在だけであるというものである従って権威について考えることとほぼ同じことを個別性について言うことができる権威と権力は異なる権力が地の適応という行為を示しているのに対し権威はその力の適応を正当化する力を支持しているところでこの後者の力は譲渡によってしか獲得されない それはは自然と生じるるもももののでででなないいし、し、金買え暴力によって勝ち取られるもものでもない。したがってこの力を保持するためには別の保持者をいつも前もって参照しなければならないのである現在この力を利用することができている人は別の保持者からこの力を受け取ったのであり自分の番になったらこの力を譲渡することになるだろう我々はまたイメロンの表現を借りれば次のように言うことができる権威とは常に今話している人が話題にしている以前の発話者が述べた発話の中に一致しているのである。 個別性はそれが既に与えられている存在によって譲渡されなければ存在し得ないこのことは事物とりわけ規格的に生産された事物の場合でも見いだせる。規格品は高度な同一性によって特徴づけられるものだがそれにもかかわらず個別的な人間の所有物であるという理由から規格品に弱い形態の個別性が生じることがある。私の万年筆。 シェーファーのホワイト・ドットというごくありふれたモデルはひとたび私に所有されると個別性と似通ったものを獲得する私の万年筆はそれとあらゆる点で似た多数の同一モデルのそばで生産ラインのベルトコンベヤーの上を循環していた時にはその個別性をひけらかすことはできなかったまた私の万年筆は次のような場合個別性を失う恐れがあるすなわち私の万年筆がどっかへ行ってしまって遺失物取扱所という誰のものかわからないものでごたまたになっている場所にある場合 もしくは予期せぬ出来事が起きた結果いわけにサントワアンの飲みの市に沿って続いている外周環状道路の橋の下で二ほどきされている安物品の山の中に紛れ込む場合である。事物に個別性が生じるのはそれが人間存在と結びつくことによってなのである。また事物の中には人間存在との結びつきによって価値が生じるものもある。遺品といった極端な事例やあるいは贈与者の痕跡を残した財が循環する贈り物の循環といった事例に ここの点を見出すことができる。生まれてくる子供を言葉によって認証すること母親による子供の迎え入れ人間存在は自分の個別性を示すためには否定することのできない個別性を持つ存在から個別性を受け取らなければならないこの過程は家族として迎え入れることという因因を用いることによって記述することはできる妊娠期間中に母親の肉の中にいる存在を知る者は初めは母親しかおらず数ヶ月間は他の誰にも気づかれないかもしれない そうである以上我々は少なくとも議論のこの段階ではこのような迎え入れについて次のように考えることにしよう。すなわち家族として迎え入れることとは母親が妊娠中に自分の身に降りかかることに承認を与える際に行うことであると従って母親が自分の身も持っているものを家族として迎え入れることとは妊娠期間中の存在が持つ肉としての人間性を言葉によって認証することとして現れるこの認証はたとえそれが明示的に公然と言語化されないとしても オースティンが最初に記述したような発話行為と比べるる。こととができる発話行為と類似しているという点から考えると言葉による認証は確かに約束と共通するる。性格をいいくつか持っているなぜなら約束がその発話内的な性格のほかに我々が検討しているケースではこの発話内的性格が表に現れないかあるいは内言語という領域にいわば閉じ込められたままである可能性がある御用論が言うような発話媒介的な性格を有しているからである。 発話媒介的な性格は約束にとって二次的なものではなくその本質をなすものであるすなわち約束が行為へと直接向かうものでありある世界の状態を長期にわたって修正しようとする意図を意味さえようとして持っているこの意図から切り離されれば約束は意味を変えたものとなってしまうだろう同時にこの認証は個別過程,過程,過程をさ指導させる肉の中に差し込まれることになる性的関係の産物は取り替え可能なものとして現れる 守備妊娠した後に自然流産が頻繁に起きることがこの点を立証しているその一方で母親の証人を通じて認証された存在は個別化過程の中に差し込まれるポール・リクールが用いた表現を使えばここで強調されているのは当該存在の自己性であるといいことができるこの存在はある期限へと差し向けられておりある位置へと方向づけられておりこの存在のために用意されたある名前を受け取る準備ができている存在なのであるこの意味で母親が体内にいる存在の人間性を認証することとは 生まれた子どもを社会のある個別的な位置に事前に到達させることなのでありまたその到達への基礎を作ることなのであるその場合この個別的な位置は多くの社会で見られるように親族関係をもとにして確立されたものでも他の枠組みにおいて確立されたものでも構わない性行為を通じて自分の身に生じることに母親が与える承認を強調するからといって母親の関心とりわけ母親の自立への関心を優先的に取り上げようとしているわけではない。 あるいは近代人の言語で言えば母親となるかならないかを選択する権利を尊重することを母親の人間性を尊重する条件の一つとすることによって母親の持つこの権利を優先的に取り上げようとしているわけでもないこれら2つの問題は確かに結びついてはいるけれどもここで我々が強調しようとしているのはこの言葉が18世紀以来持つようになっている意味でのそれを尊重するために必要となる条件なのではない。 ところでこれらの条件の一つでありかつおそらく最も重要なものとは肉として生み出され集合体の個別的な成員として諸々の人間の中に位置を占めることになる存在が他ならぬその生む過程の中で言葉によって作られることである。自分が身ごもっている存在を母親が家族として迎え入れることこそがその存在にこのような認証を与えるのである。母親によって与えられる認証はどのようにして行われるのか。 妊娠中に肉として成長する存在 A と言葉によって認証される存在 B と分けるものは何だろうか何もないいずれにせよ触手可能なものの水準あるいはまたポール・リクールの表現を借りれば同一性の水準では何も存在しない何よりもまず胎児は完全に未知の存在である。正確に言えば我々が後にその影響について検討する予定の,予定の近代の視覚化技術が出現するまでは胎児は完全に未知の存在であったことを指摘しておこう。 胎児がどのような特性を持っているかは誰もわからないのであり肉としての存在にも認証された存在にもこのことは当てはまる従って肉としての存在のいくつかは認証されそれ以外は認証されないのはなぜなのかを述べることあるいは認証される方は持っていて認証されない方は持っていない性質に依拠した理由を説明することは難しいのである次の点も付け加えておこう認証は触知可能ないかなる特性にも依拠することができないだけでなく そのののを示すためにには、胎児に胎児についいいいい。てて何も分かっていななななという無知のベールの下で行われなけれけばならない実際もしも A のクラスのを複数に区別するような特性を前もって特定しその特性を考慮に入れることによって認証される B が選び出されてしまえば例えば A と A' があり A' は認証され A は認証されないということが起きれば認証が行われても所与という様式で潜在する際が一層強化することされることにしかならないだろう。 この時認証はこの際を再認するだけのものとなりこの際に対して副次的なものとなってしまうだろう。これは後で見ていくように有性学にに基づく選別が行われる場合に起こる。この場合は認証はそれだけではいかなる分別的価値も作り出すことはないだろう。認証が行われたとしてもそれは既存の区分けに従って人間性の序列化されたさまざまな地位を作り出すことにし,にしかならないだろう。もしそうなったら多かれ少なかれ人間性を持ち異なる価値を持つ諸存在を 複数のカテゴリーに分けるという我々が知り解けた状況に陥ることになるだろう取り替え可能な A と個別化される B 肉の中で生み出された存在を母親が認証することで生じる重要な効果とは何かそれは取り替え可能な存在を個別化されたこの理由で取り替え不可能な存在に置き換えるという事実の中にある肉の中で成長する胎児は言葉によって認証されない限りそれぞれ取り替え可能なものとしてそれゆえ置き換えも可能なものとしてみなされる その一方で、家族として迎え入れられた胎児、より正確に言えば唯一の胎児は絶対的に個別的な存在として扱われ生まれる前からこの胎児の名前た,ために名前が選ばれたりするだろうその結果後者の胎児が亡くなったり殺されたりすればそれは全く異なる意味を持つ出来事と見なされることになるだろうすなわち前者の場合であれば不慮の事故もしくは必然と見なされるのに対して後者であれば埋め合わせるのが難しい損失とみなされることになるだろう だから肉としての存在すなわち認証されない胎児は取り替え可能であるとはより正確には何を意味しているのだろうかこの後の使用法を明確にするためには一方で時間もしくは連続性の次元を導入し他方で産む人の視点すなわち母親の視点を採用することが必要となる実際認証されない胎児は取り替え可能であるというためには言葉によって認証したりしなかったりすることのできる存在を肉として次々と産む過程に準拠する必要がある。 この時次のように述べるかもしれない誰かの視点が採用されること,ることになる。私には肉としての体重が時間定1にいて、この体重を言葉によって認証することもしないこともできます。もし殺してしまってもまた後で時間定2に新たに肉として存在する体重を持ち、その体重を言葉によって認証することができると私は確信しています。要するに確かに私は肉としての存在を生み、言葉によってその存在を作り変えるつもりではありますが、 今それをすすするるののでではなく延期するのです <coughs> この言葉のこの立場を支える暗黙の向上がいくつか存在する一つ一つ目はジョルジ・バタイの定式を借りると人間の性の性浪費に対するる信仰であるより正確に言えばこの仮説に対応する母親の視点を採用すれば母親自身の生殖能力に対する信頼である私はいつも意のままに肉として存在する胎児を生むことができるでしょう。 2つ目は肉としての存在を言葉によって認証する自分の能力の永続的な性格に対する信頼である。私は後でこの肉としての存在を読むことができるでしょうしその時にまた言葉によって認証することができるでしょう。3つ目は肉として存在する体重を同等性を持つ一つのクラスにまとめることができることである。肉として存在する体重を取り替え可能なものとしてすなわちそれぞれ置き換え可能なものとして扱うことができるのはまさに同等性を持つ一つのクラスに体重をまとめることができる限りにおいてなのである。 肉として存在する胎児は、男性と性的関係を持った際にに女性性性がしばしばば体内に宿す種類の存在である。男性と性的関係を持つという条件は多くの社会では不十分と判断されており例えばこの条件に精霊との交流が付け加えられなければならない。肉として存在する胎児は取り替え可能であると述べるからといって彼らがこのクラスの中で数的アイデンティティ番号で区別されるようなアイデンティティを持っていないというわけではない。 もちろん時間定位置で生み出された存在は番号という意味では時間定位2で生み出された大事と同一ではない。だが我々は今のところかなり一般的な水準でモデル化の作業を行っているのでこのことはほとんど重要ではない。これらの存在は少なくとも最近までは未知の存在であることを思い出してもらいたい。これらの存在の質的アイデンティティについて何一つ語ることができないのである。これらの存在は目や髪の色が異なるといった触知可能な性格を何一つ持っていない。 これらの存在はもしこの後で投入する予定の父親という問題を考慮に入れなければそれ自体で区別することはできないただし一つ目は時間定位置で生み出されたものであり二つ目は時間定2で生み出されるもしくは生み出されたものといったように時間の違いによって区別することは可能である結局のところこれらの存在はどのような点で同等のものとみなさ,されるのだろうかそれはここでも何よりも重要な点で すなわちこれらの存在がそれぞれ同じように言葉による認証によって個別的な存在へと変えられる限りにおいて同等なものとみなされるのである。肉として存在する胎児と異なり言葉によって認証された胎児はこの置き換え可能性という性格を失う。仮に家族として迎え入れる捜査を受けて個別化過程に組み入れられていた新生児が命を全うせず再び妊娠した母親,母親が自分の身を持っている胎児を再び認証したとする。ここのの場合、新たな,この新たな存在は 先行するるるる存在ととと異ななものとして扱われることになるだろう例えば一つ目の存在に与えられていたものと異なる名前がこの新たな存在のために選ばれることになるだろうこのことはおそらく場合によって程度は様々であろうが大事にも当てはまるだろうしたがって認証という操作は言語学的な意味での分別的価値をを構築する効果を持つだけではないそれはまた異なる固有内在的価値を持ちその評価のされ方も異なる諸存在の対立を印づけるのである。 1>, 1つ目の存在肉として存在する胎児はそれ自体では価値を持たないが価値のの在を最も明瞭に表すのが殺害であるそれが場合によっては認証の対象となりうる限りにおいて価値を持つもし肉として存在する胎児が認証に先立って存在していなければ認証はそれが適用されるいかなる対象も持たなくなってしまうだろう2つ目の存在言葉によって認証された存在は無限ということのできる価値を獲得している。 この場合の無限の価値とは、あるヒエラルキーの中の最高の価値という意味ではなく、評価できないという意味である。すなわち、個別的なものとして捉えられること、捉えられるこれらの大事は、いわば同等化の操作が免れているのである。母親による迎え入れをどのように理解したらよいか。中絶の可能性。母親が自分の身をもっている存在を家族として迎え入れることが十分に効力を持つためには、この迎え入れが行われない可能性を考察しなければならない。 あるいはまた母親が承認を与えずそれへ生まれてくることも認証しない可能性を考察しなければならない。言い換えれば性的関係によって作り出される肉としての存在と言葉によって人間性が認証された存在との間に区別を設けてもこれら2つの実態を分けることができなければもしくは再起・間髪の哲学者が時折行う奇妙な思考実験例えば私の身体は地面の上にあるが私の脳は月,に上月の上にあると想像する場合のもとでしか分けることができなければ。 このような区別はいかなる意味も持たなくなってしまうだろうしたがってこの区別が象徴的な様式でなされるためには二つの実体の区分に対応して肉体的存在を犠牲にするような区分がなされる世界が存在しなければならないのである形式的な次元で理解される可能性としての中絶が関与するのはモデル化のこの段階においてであるすでに見たように可能性としての中絶はおそらく普遍的に知られている 肉の中に組み込まれることになった存在を認証しないことと妊娠を中断し胎児を追放し殺害するという極めて具体的な可能性との間につながりが生じるのはおそらくこの可能性としての中絶が両者を媒介しているからである。たとえこの可能性が滅多にさらには決して実践に移されることがないとして,もしてもである。実際もしも性的結合の結果として生み出されてあらゆる存在が性的結合が行われた条件がどのようなものであれ 世界的な過程に従って必然的に出産予定日に到達し誕生し社会の中に位置を占めるのであればこの承認はそれと矛盾する必然性という性格を帯びることになるだろうそれと同時にもしもこのような形で生み出されてしまえばその存在は肉としての人間性への所属と言葉を通じた人間性への所属との根本的な差異によって貫かれるということはなくなるだろうそれによってこの存在は人間性を構築するこの根本的な二重性を書くことになるだろう この二重性は確かに我々が今一致しているモデル化の水準では明白なものだが、この二重性は、自称で見ていくように、新たな人間存在が聖者と死者からなる中合体の中に組み込まれることができるようになるためには、諸々の経験的な装置の中に書き込まれている取り決めという手段によって和らげられるか、もしくは曖昧にされる場合があるし、おそらくある意味ではそうされなければならない。たとえ中絶の可能性が知られていなくても、このような区別をつけることは英字殺しによっても可能であると反論されるかもしれない。 エイジゴロシの場合、個別的な位置を占めることになる価値のある存在の選別は、誕生後に行われることになるだろう。この可能性は全く排除されているというわけではなく、エイジゴロシが頻繁に実践されている未開もしくは古代と言われる多くの社会の中では、忠実でエイジゴ殺しとの間にはある種の認識上の連続性が存在し、これら二つの実践をはっきりと区別するということは行われていないように思われる。 例えば全近,近代の日本ではある同一の用語すなわちとりわけ稲田に伸びる若い稲の選別を意味する間引きが中絶された胎児と同様に殺された乳幼児も神々に返すことを述べるために用いられていたそうだとしても栄字殺しの場合殺害された存在は中絶の場合と異なりもはや完全に未知の存在ではない栄字殺しで殺害された存在は人間存在の特徴の少なくとも一部をもって触知可能なものの水準で現れる このことによって殺害された存在を完全な人間性の外部へと締め出すことがより困難になり、かくしてある同一の集団の内部に多数の序列化された人間性が設立,設立される傾向が生まれ、我々は奴隷のケースを検討した際に手くわした種類の状況へと至るのである。このことは誕生後に子供を殺すという決断が、大半の場合その触手可能ないくつかの特徴を考慮に入れて行われているという事実からも明らかである。 例えば子供に発育上の異常があると見なされて殺害される場合多くの文化において発育上の異常は人間の父親にとって変わった悪霊の介入のせいにされているあるいはまた次の点もさまざまな文化で見られるものだがイヌイットだけでなくインドや中国においても新生児が女性であるがゆえに殺害される場合がそうである第二の政略の定義に向けて我々が中絶らには英字殺しについて行ったこれらの指摘から 人間存在の人間化が必然的に一挙する土台について結論を下すべきではないだろう。もしもそのようなことをすればその結論はその否定性に基づいて完全に定義される。産むことに関するかなり暗い見方とおそらくそれを超えて人間の条件に関するかなり暗い見方と一致することになるだろう。一方で我々がすでに強調したようにここで重要なのはとりわけ中絶の可能性であってその実践ではない。 しかも後で見ていくように、肉としての人間性と言葉による人間性との差異をぼかし、この区別を身体の次元での分離と結びつけることを妨げるように、生むことを枠づける社会的装置がいくつか存在する。他方で我々はここである重大な困難に立ち向か,なち向かわなければならない。我々がここまで辿ってきた推論の筋道は、肉としての人間性と言葉による人間性のとの対立を軸としている。従ってこの筋道は我々の注意を、 人人間間性を人間論的に捉える方向へと向けるるものであるところで仮にこのような人間論的な捉え方が認証された存在と認証されない存在を物理的に分けることを可能にする全てのものと特権的つながりを保持していることが真実だとしようその場合中絶少なくとも可能性としてのそれは人間社会の特殊性を印るしづける諸装置の中で卓越した地位を占めなければならなくなるだろうこのような装置を女性が統制する事例を難なく見つけることができなければならなくなるだろう したがって女性は合勘者となる可能性を常に有している男性そしてもし我々が妊娠を生物学的に捉えることで満足するのであれば男性が合勘によって死を増やすことを妨げるものは何もないに直面しながらも家計に組み入れられることになる新たな人間存在の創造に対してある種の主権を握っていることになるだろうしたがって男性が交換に対してそれゆえ集団間の政治的関係に対して すな,わちすなわち親族構造が支配的である社会では婚姻に対して行使する統制と対になるのが女性が人間存在の誕生に対して最終的に行使する統制であるということになるだろうだがこれほどまでに重要な役割を果たすそのような装置がもしも存在するのであればどうしてそれが象徴的機能から離れたところにとどまり続けているのかわからなくなってしまうしたがってもし中絶がこれらの装置の中で特権的な役割を果たしているのであれば 中絶の可能性に言及するということがおそらくほとんど制度化されるかもしくは少なくとも儀礼化されることになるだろういずれにせよ中絶に関する表彰が著しく不足するようなことはなくなるだろうこのような表彰の不足こそがすでに見たように中絶の実践の持つ最も顕著で最も興味,興味深い特性の一つなのである従って我々の第一の仮説すなわち肉としての人間と言葉による人間との差異を作ることを要求する制約 C1 が存在するという仮説だけでは不十分である。 我々はこれからここまで展開された仮説から出発して従って分析枠組みを変えることなく第2の制約 C 2について述べることによって我々の文法の素描を完全なものにすることができることを示していきたい。C 1によって区別されるもろもろの存在を席巻させる C2 試験では我々がこれから導入する第2の制約は1つ目の制約 C1 と同様に生むことに対する共通感覚常識 常識を C1 と矛盾するにも関わらず構築する。C1 に従えば言葉によって認証される存在は無限の価値を備えておりそれゆえ注意深く保護されなければならない一方で肉としての存在は固有の価値を変えているため殺害される可能性がある。第二の制約は両者を区別することができない点それゆえこれら2種類の存在を全く異なる形で取り扱うことは正当ができない点を強調する。我々は、 C2 を次のような簡潔な定式によって表現することができる。肉としての存在を言葉による存在と区別することはできない。したがって後者に受け,受けさせたくない取り扱いを前者に受けさせてはならない。したがってこれはこの文脈にはそこ,がなそこがない正義論の言葉を用いれば差別禁止という制約なのである。だが肉としての存在でしかないもの A を言葉によって認証される存在 B と区別することはできないという主張はそもそも何を意味するのだろうか。 我々は次のように議論を展開していくつもりである。つまりこのような原表は C1 において1つ目の存在と2つ目の存在との差異が構築されるやり方から引き出される一つの秘訣なのだとしたがって我々は C2 を明確にするためにこの理論構成のいくつかのポイントを再び取り上げることにしたい。1つ目のポイントは言葉による存在はそれより前に潜在する一群すなわち肉としての存在の一群から取り出されるということである。 実際言葉によって認証される人間とはたとえ肉としての人間の全てが認証されるわけではないとしても必然的に肉としての人間なのである以前に肉としての人間だったことのない存在を言葉によって認証し個別的な地位を与えることによって人間性の中に招き入れることはできないたとえ認証は例えば子犬木机パソコンなどに対して行われてもこの操作が守備よく実行されることはない確かに似たようなことが行われる例をいくつか見つけることはできるだが我々はこの場合の言葉による認証が とといいう様式で作動していることを示すことができるだろう。すなわちこれら雑多な存在はまるで肉としての人間に関するものであるかのように認証されるのであり子供が自分のクマのぬいぐるみを本物の赤ちゃんであるかのように扱うやり方とに少し似ているこのまるで何々であるかのようにを支えている信仰は極めて壊れやすいのである。 そのため言葉による存在は無限の価値を備えて個別的なものとして規定する言語学から借りてきた用語を使うと標識はどのような種類の存在にも付けられるというわけではなくそれ以前からすでに肉としての人間であった存在にしか付けられないのである。従って1つ目の存在と2つ目の存在を結びつけることができるような何か特別なものが存在していなければならないのである。2つ目のポイントは多数の一群の肉としての人間存在の中から 言葉によって認証される人間性を持つ存在を選別する操作の行われ方に由来する我々がすでに見たように肉としての存在と言葉による存在との差異が一つの純粋な差異となるためにはこの選別は無知のベールの下で行われなければならないこのことは胎児が完全に未知のものであり少なくとも最近まではそうではあったという事実と一致している少なくとも選別される肉としての存在に前もって結びついていて捨てられる肉としての存在が持っていない特性を考慮に入れてはならないのである。 実際我々が常に見たようにもしも選別が優生学に基づく選別がそうであるように前もって定められた A と A' との区別区分に従いそれを有効なものと認めてしまえば選別という操作によって導入される際は複次的なものとなってしまうだろう。選別を行っても前もって存在する際近代人にとってそれは生まれつきの際でありもしくはアルカイックな思考様式に従えば 様々さまざまな精霊が肉の中に入り込んだ結果生じた際ということになるだろうがここではあまり重要ではないを有効なものとして認めることにしかならないだろう従ってある純粋な際すなわちその原理をそ,のそれ自体の中に見いだすような際を確立することを目指す操作は成功しないだろう別の言い方をすれば我々が提起した制約を満たすためには際は厳密に恣意的な仕方で確立されなければならないということができる。 すなわちこの語源的な意味で理解すれば最低者が推進する運動しか考慮に入れてはならないのであり最定者はこの行為を通じて自分の個別性を別の存在に譲渡するしかしながら当然一部の肉としての存在がその恩恵を被る選別は他の存在に利益をもたらすこともできたということになるなぜならこの選別は恣意的なものだからである。 したがって肉としての存在なら誰でも別の存在と同様に言葉によってその人間性が認証される可能性があるのだ。すべての存在がその資格を有しているのである。あるいはまた言葉によって認証されるどの肉としての人間も同じ取り扱いを受けている他の肉としての人間と置き換えることができるのである。したがってこの点から見ればで、肉として存在する人間と言葉による人間は両者が本質的に共通に持っているものの点から考察することができるであろう。 でできるのでありあるいはまた同等性を持つある同一のクラスの中に置くことができるのである C1 と C2 の矛盾と過逆性の問題我々が今引き出したこの2つ目の制約は人間性をもはや二元論的に捉えるのではなく一元論的に捉えるとこ,ろに特殊性があるこのことによって2つ目の制約は我々がこれまでその特性を探求した1つ目の制約と矛盾に陥る。 これら2つつののの制約し対話関係の中にある。したがって2つ目の制約が1つ目の制約と矛盾することになっても1つ目の制約が2つ目の制約と矛盾することを言わば予期しているのである,あるだがこれら2つの制約が取り結んでいる関係は対立や争いだけでなく両立不可能な関係でもあり2つの制約がいかなる妥協も不可能な根本的に矛盾する状況へと人々を導くのである。 しかしながらこの最後の主張に疑問を投げかけ異議を唱えることができる。これら2つの制約や同一の存在をはっきり異なる点から捉えることしかしないのだろうかあるいは同一の存在を異なる世界の中へ投げ込むことしかしないのだろうか言い換えればここで提起された問題を我々が以前の著作で正義感覚をモデル化するために採用したやり,やり方で取り扱うことはできないのだろうか以前の著作で我々は人間と物を同等化する異なる諸原理の周りに構築される複数の世界を想定し そこに住まう人々は当然異なる判断の対象となり得ると考えたこれらの世界は多様な状況と結びついている例えば企業の管理職層は同じ1日の中で産業的世界、企業内の研究所、商業的世界、顧客との議論の間公民的世界、もし組合集会に参加するなら家政的世界、家族と夕食を食べて帰るとき インスピレーション的世界夜コンサートで感情に身を委ねるを横断すると考えられたそれぞれの世界で管理職層はその人物をその都度ある特殊な観点から捉える異なる試練テストに直面する実際それぞれの世界で行われる判断はある意味で対立を引き起こすもなぜならある世界における管理職層の偉大さはそれにふさわしい資質となって現れるがその資質は そののの世世界界でではは高くく評評価価ささされれてもも別低平凡さを示すものとなるからであるこの道を進もうとしてもそれを妨げる問題は2つ存在する1つ目は我々がその大筋を指摘したばかりの枠組みの中では詳細な検討が行われなかった問題であるすなわち人々はさまざまな世界を横断することができると考える時我々は何を言おうとしているのかという問題であるというのも複数の世界のそれぞれに現れる人を同一の人物ではないのだと考えねばならないとすれば ある意味で小世界観の両立可能性という問題を消え去ることになるであろうしその上小世界観の関係という問題やそれゆえこの枠組みが定起することを役割としていた正義の問題も消え去ることになるからである。そうではなく複数の世界のそれぞれに現れる人を同一の人物と考えはするがその人物は異なる規定の下で把握され異なる地位にいると考えられるとすればモデルの一貫性にとって絶対に必要なものであるこの最小限の自己性はどのように確立されるのかについてよく考えなければならない。 ところで我々がここで展開している分析はまさにこの問題の検討に充てられているのである。我々は偉大さんのエコノミーの枠組みで好順として立てられている共通の人間性という概念を問題化することによってこの問題を検討していくつもりである。二つ目の問題は前の問題と直接関連するものである。それは地位の可逆性に関する問題である。さまざまな世界を横断しそこでそれぞれ食い違うい判断の対象となるのが同一の人物であるというとしよう。 これれは最小限の意味でで理解されるる。同一性であるそれは偉大さのエコノミーの分析枠組みでは暗暗理に示されていたものであるこの分析枠組みにおいて人々は一定普遍の身体と彼らのアイデンティティを印づける固定支持者と結びつけられることによって定義されていたその場合それぞれの世界で行われる人々の評価は何らかの地位という形をとるがそこで前提となっているのはその地位がそれがどんなに悲惨なものでも可逆的なものであり ある世界で人々がどんなにひどい扱いを受けるとしてもその扱いが別の世界における偉大さに到達する可能性を決定的に失われるほどにひどいものとなることは決してないということである。だが我々がここで検討しているケースの中で問題となっているのはもっとずっとラディカルな性質を持つ不可欠性である。実際肉としての存在と言葉による存在との差異が確立されるためには肉として存在するものの一部は殺害されうるということが前提となる。 がって、ここのの殺害されるる存在の場合、地位や規定を単に変えることと問題となっていいるる。わけでではないのであるなのあぜならある規定のもとで把握されるとこれらの存在はより上の偉大さの地位に到達するために必要なものである最小限の身体的統合まで失うことになりかねないからである中絶の最も際立った特徴の一つでありかつこの実践についてよく知っていなければならない人々医師やカウンセリングを担当する心理学者女性自身の発言の中にいつも繰り返し現れるのは まさしくそのの不可逆的なな性格なのであるそれゆえ中絶は我々が展開しようとしてきた2つの矛盾制約する政つの,る制約の結び目に位置している中絶は1つ目の制約との関連では可能性として打ち立てられているが2つ目の制約との関連では恣意的なものとしてそれへ根拠はなくさらには審判的なものとして打ち立てられている。 このようにこれら2つの制約の間で板挟みに合っているがゆえに忠実はきっぱりと禁止するることもででないし真に正当化のあ我々の考えではこの理由からまた中絶は少なくともそれがありのままの形で表現される際には表彰から逃れる傾向にあるのでありおそらくより一般的にはある種の回避の対象となるのであるすなわち人々は中絶を実践することを避けるのでありまたそれにもかかわらずこの行為が 我々がこの後で検討していく理由から達成されなければならないものとして姿を現してしまう場合は人々はそれを公に暴露することを避けるのでありそれを表彰することもさらにはそれについて考えることも避けるのである。ここののの我々は矛盾への嫌悪に関するるつの特殊事例を扱っていること,になるだろうというのも矛盾は表彰体系や信仰に宿り象徴形式やとりわけ分類様式を政治化し変容させる強力な原動力となるからである。 大時、現在用いられている分類学がまるで次のような任務を負っているかのように事態が進行するすなわちいくつかの存在が関連づけられてしまうとそれらに,れらに対する扱いが矛盾しておりそ,それゆえその扱いを正当化するために引き合いに出されるかもしれないき規範も矛盾しているという事実が確実に白日のもとにさらされてしまう場合そのような関連づけが行われないようそれらの存在をできるだけ遠ざけておくという任務であるこれはイデオロギーの一つの定義である。 C1 と C2 の際取り替え可能が意味することに関する2つの視点両方とも似たような合理系に意気をしているものの第1の制約 C1 と第2の制約 C2 にはある根本的な差異が存在するそれは大まかに言えば視点の異に関するものということができるこの異がとりわけ明白になるのは取り替え可能という語がそれぞれのケースで用いられる場合であるこの語の意味差異はそれが個別性の問題と関係がある限りで我々の研究の中心になる 我々は第一の制約を展開する際肉としての存在がそれぞれ取り替え可能なものもしくは置き換え可能なものとみなすことが,みなすができる点を確認した取り替え可能もしくは置き換え可能とはこの場合次の事態を意味していた例えば私が今この肉としての存在を家族として迎え入れなくてもまた後で別の,肉,の肉としての存在を持つことができるだろうしそれを言葉によって認証することができるだろうこのような確信を 芸術家の持つ革新すなわち自分の力を創造的行為にいつでも投入することができると考えるほど自分の力に自信を持っている芸術家の革新と比較することができる。例えば私が作ったばかりのこの彫刻が壊れても例えばまたまだ火で固められていない土が三脚台から落ちて私のつけた形が失われても私はこの形を再び作り上げるためにそれを拾い上げてこね直すことができるだろうしもしくはいずれにせよ別の作品を造形するためにそれを使うことができるだろう。 しかし2つ目の制約を展開する際に我々が「置き換え可能性」という語を使ったのは言葉によって認証するために他を犠牲にして一部の肉としての存在を選ぶという操作の妥当性を疑うためでありまた選ばれた存在と選ばれなかった存在が根本的に不平等な扱いを受けることがあり得ることに異議申し立てをするためであった。だが選ばれた存在と選ばれなかった存在はここで我々が検討している点から考えると区別できないのである。区別できないとはこの場合選別の操作が何ら修正されないとしても 捨てられたどの存在も運ばれたあらゆる存在と置き換えられることがあり得たかもしれないことを意味する。このアパリアは次の点がわかれば解消する。つまり第二の制約が問題を外部から考察する観察者の視点、彼も,もしくは人々の視点、すなわち厳密に文法的な、もしこう言っておければ客観的な視点を採用しているのに対して、 第一の制約は起点にして展開される私の視点すなわち創造主としての母親の視点もしくはこう言っておければ主観的な視点を採用しているという点である実際肉としての胎児はそれが捨てられる場合は他にも作ることができる上に取り替え可能であると判断されあるいは反対に家族として迎え入れられた場合には絶対的に個別的で無限の価値を備えたものとして扱われることになるだろうがこのような判断や取り扱いは胎児を産む人の視点 また体重を家族として迎え入れ認証する人の視点から行われているのである。反対に肉としての存在と言葉による存在の類似性を指摘しそうすることで両者の不平等な取り扱いを問題化することができる位置とは外在的な観察者アダム・スミスの表現を使えば公平な観察者のそれである。それゆえ第一の制約と比較すると第二の制約は正当化に課せられる諸々の制約とそれを結びつける特性を有しているのである。こののような視点の際はまた、 これら2つのの制約の関係が有ししてていいるる。対話的な性格を立証している第一の制約は産むことを行い自分の個別性を新たな存在に譲渡する者の,の位置を表すがこの制約と対をなすのが産むことの問題に対して外在的な観察者のの眼差しを向けるる。第二の制約であるこの観察者の位置は誰でも占めることのできるものであるすなわち他の女性も占めることができるしそれだけでなくこう宿す可能性が与えられていなかった男性も占めることができる。 だここののつ目の位置は、また産むことを行う女性もも採用するるる。ことのできるものでできある女性は自分の反省性の及ぶ範囲を広げて自分に何が起こっているのかを検討しようとする,検討しようとする際にこの2つ目の位置を採用するのであるこれはアダム・スミスが道徳感情の論理を記述するために設定したモデルと同様であるこのモデルでは公平な観察者は内面化されている従って公平な観察者は自分であると同時に自分の行動を観察するものでもあるのだ それで結局、二つの制約の間で生じる緊張が最大,最大となり得るのは、女性が行う総合において、すなわち女性が自分自身で行う対話においてなのである。我々はここまで文法的分析を素描してきたが、この素描を中絶の問題と直接対峙しなければならなかった女性とのインタビューに依拠することによって、現象的で語用論的なアプローチの方向へと進めていくつもりである。この時、これらの人々が自分自身で行う議論を特徴づけるのは、 まさに私と彼と彼いう大きく矛盾する2つののの視点の間の揺れしばしばごく短い期間に行われる揺れであるということが明らかになるだろう。同様に直接関わっていない個人例えば男性も2つの視点を利用しそれらを関連づけることで2つの両立不可能な位置の関係に対する戦闘を開始させこの関係を危機に陥れることがある。というのもこの2つたとえ第2の制約 C2 が拠り所としている視点 彼の視点の方がこの場合より手の届く範囲にあるとしてもこの外的対話者は常にいわば想像を介して第一の視点 C1 私の視点に近づくことができるからであるまたしてもアダム・スミスが苦しまないもの観察者が苦しむものと取り結ぶ関係を特定するために同様のことを述べているこのことはしばしば隠有という道をたどることによって行われるすなわち我々自身がこの点において哲学に古くからある伝統に従って行ったように 女性ののの創創造造行行行為為を芸術家、もしくは職人とと比較するることによって行われるのである。以上から文法的アプローチを拡張して私の視点とこれまで我々の視点であった彼の視点を同じ一つの体験の中にまとめると我々が切り離して考えた2つの制約の間で生じる緊張には乗り越え不可能な側面があることすなわち悲劇的な次元があることが明確になった。だがどうすれば妥協によっては解決できないこのような矛盾と共もに生きることができるのかという問題が残っている。 この問題を今度は我々が視点に変化をつけることによってつまり歴史的もしくは社会的なマクロの視点と生むことと中絶との現象的な関係と行為の御用論を中心とするミクロな視点第7章との間を行き来することによって検討していきたい。